はい、こんにちは。ちょっと今日撮るものがあって、何かというと、実は、マイクラって、企画案っていうのがあって、50人クラフトって。で、その統計を取ってくれた人がいて、とある統計を。内容は、2023年の企画案から、各参加勢の投稿数、それのいいね数、1投稿にあったら平均いいね数、投稿の総文字数、参加勢ごとの投稿内訳などを、取らせていただきました。はい、2023年度、59さんが取ってくれました。つまりめちゃくちゃ書いてるやつっていうのは、まあ、バレるって話ですね。まあ、どんなことを書いてるかちょっと楽しみですね。じゃあ見ていきましょうか。はい、なんかとんでもないバカなことを書いてるやつとかが、まあ、今更消しても無駄です。全部取られてるんで、まず企画出してる人ランキングトップ5いくか。それに比べると企画を、5位風化、投稿数211。そう、風化で5位ですね。ちなみに、まあ、風花さんの企画の、まあ、内容どんなのやってんのかね。まあ、そこはちょっと、あれを見なきゃいけないな。風花さんの企画は、じゃんけんプラグインで野球拳がしたい。なるほどね。まあ、面白そうだね。じゃんけんプラグインで野球拳をして遊ぼうと。なかなかユニークな発想だね。あんまりみんながしないような。あ、こういう系なんだ、風花って。他は、50人クラフト、養蜂ランキング。なるほどね。8か。あと、これやってみた、ない?これ。一週間、仮面の誰かの参加勢を全員で呪ってみる。仮面の誰かをあらかじめ決めておいて、参加勢みんなに呪いの対象を共有。心の中でその仮面の人を呪い続けたら本当に呪われるのか検証してみる。やってみる?これ。実際に。自殺は犯罪にならないらしいよ。呪ってみる。誰か適当に。アルゴンあたり呪ってみない?一旦。その、失っても痛くないところを呪って、なんか悪いことが起こりますようにっていう風に呪ってみる、みんなで。アルゴンに何か神罰が下りますようにっていう風に言うとか。でもさ、はいはいはい、ゴータン来たからちょっとガチになっちゃう。あー、確かに。なんか心霊現象とか起こったらお祓いに行ったりすることあるだろうからね。ぶったゴータン君はきっと、まあ、なさそうな気もするけど、そんなこと。でもなんか心霊現象行ったところにさ、お祓いに来てさ、来たのぶったゴータンだったってなったら終わりじゃない?あ、絶対これ無理だわ、みたいな感じしない?なんか、あ、これは払えないわ、みたいな感じしない?だって、ぶったボタン来るんでしょ?本人が呪ったことを伝えることで、相手が思い込んで、それで心を病むってからくりだから心霊じゃないよ。じゃあ、アルゴンを今から50人で呪います、一旦。はい。一時的にちょっと呪おうと思うので、1ヶ月ぐらい。で、あとは、こう、その経過を報告してもらえれば、そう、呪われたらゴータにお払いしてもらう、みたいな。まあ、随時体調の変化などあれば、ね、細かいことに気づいていただければ、それを報告してもらうって形かな。で、次、企画王、第4位。ゴッドコータ。287企画。ゴッドコータさんの、企画なんですけど、見分けがまだついてない参加勢選手権。どうするつもり?誰と誰見分けついてない?まだいる?まだなんか見分けつかないな、みたいな。ピン太郎とハゲネズミ。あのね、実は、スマブラの動画、ハゲネズミのやつで、コメントがあって、ピン太郎マジで別に全然強くなくねとかってコメントがあって、いや、そりゃそうだよなみたいな。そりゃピン太郎は強くないよな、別にピン太郎の動画じゃないし、ピン太郎は多分スマブラできないんじゃないかなって思いながら、見てた。ピン太郎全然強くねえし、みたいな。こいつが16位、ありえんだろう。ピン太郎は強くない。まあ、そうだろうね。ピン太郎は強くないだろうから。まあ確かに間違ってないか。まあまあ、まあみんなでもなんか混同しちゃうんだな。わかんないけど。中二病エピソードとかあるよ。これ中二病エピソード、コータン何があるの?中二病エピソード。コータ大魔王って自分のこと言ってた。それは中二病じゃなくて小二病かな。小学生の時一人称オイラだった。ひろゆきも言ってるね。あとはコータンの企画は?よしよし選手権。普段頑張っていることを一人ずつ発表。その後みんなで褒めたたえる。50人分。めんどくさ。めんどくさ。なんでそんなことせなあかんねん。誰が見たいんや。で、第3位。マイク。第3位はマイク。404件。すごいね。1日1個以上投稿してるってことでしょ、これ。計算で言うなら。マイクさんの企画。チュッパに静脈マスよし自白させる選手権。何選手権って何何の選手権なのそれは。チュッパに自白剤を投与するってこと?他マイクさんの企画。クレカ番号さらし。あー、とんでもないことになりそうだね。マイクさんの企画。普通に自己紹介。どういうこと?私は、マイクと言います。50人クラフトの参加勢です。みたいな感じでやっていくってこと?
なるほどね。普通に自己紹介か。確かに自己紹介あんまりしてないな。画期的かも。じゃあやってもらうか。アットアール。田辺、どうぞ。美味しい。ぬえ、咀嚼音。いつでも食ってんな。ずっと食ってる。みかん剥いてるから待って。これが自己紹介らしいですね。他のマイクさんの企画は、マイクさんの企画。家で爆弾作ってそうな人ティア。タワー系かな。タワー系しかいないよね。なんか家で爆弾作ってそうティアって。3D プリンター界隈でしょ、だって。次。第2位。タワー系。427。タワー系さんの、企画。ネタ抜きでちょっと本当に危険かもしれない参加前ティア。おめえだよ。おめえだ。お前やわ。絶対言っちゃダメなこと、おっしゃダメなことを全部やる選手権。編集さんが適当に黒塗りしてくれる前提で言いたいこと全部言ってみようや。だって。すごいね。なかなか尖ってるね。あー、これ面白いかも。12時間企画を1時間で撮ってみた。これ、なんかちょっと面白いの多いかも。ちょっと待って、デポンさんが何か言ってる。クラフト。サバイバルしているとランダムなタイミングで時々30秒程度デポンさんの VC がオン。そこで発せられる言葉に全員集中。VC が切れたらサバイバル続行。で、どこで振りで、どこでオチになるんだ、これは。なかなかだな、たわけは。これやばくない？クンキッズから NG なしガチのタレコミツイコールを募集。ただし参加税はそのタレコミツイコール中、2000円クンさんに支払うことでそのツイコールを強制終了。タレコミを妨害することができる。これ今からやるか。参加税全員オフ会。父さんの新居。ネズミも何匹か放って帰る。じゃあ行きますか。2位427件なんですけど、1位のバカタレは投稿数688件です。1位のアホ。これもうかなりのアホですね。かなりのアホなんですけど、このアホは、一体誰なのか。MS くんです！おめでとうございます！おめでとう、MS！ おめでとう！企画、タワケにブチギレドッキリを仕掛けてみる。カタカナ多くね？まあ、こういうのですよね、もう完全に。聞いてくれ！最近の俺の人生選手権。多分、この手のやつを大量に投稿してるんだろうな。だってほぼ毎日のようにいるもんね。学校に通ってた子供たちのために一回道徳の授業をしておく。通ってない子供たちのために。これはありだね。頭によぎったの書き留めてるだけ。でさ、どうすんのこの嘘医学選手権って言って何をするんだか。何の話をするんだこれ。一番最近の今日の朝8時9分のこいつの企画。鈴木花、過去アイドルマスターについて語る。終わってる内容が。企画じゃない。勝手に語れ。勝手に一人で語ってろ、マジで。想像したくないもの選手権で、アドの、確かに、それは想像したくないかもしれん。それはそうかもしれん。これ何これ。うつ選手。もう剣が書けなくなって、もう止まって死んでる、もう。うつ選手権って書こうとしたけど、もうなんか、うつすぎて書けなくなった。で、ですね、まあ、トップ5がそんな感じなんですけど、いいね数。過去1年のいいね数が一番多かったのは誰かっていうと、残念ながら MS 君は第3位になります。1位タワケ、2位マイク、MS 3位です。終わってますよね、こう。なんか、たくさん投稿したはしたんだけど、全くこう、いいねが来てないと。で、1投稿あたりの平均いいね数が一番高い人を発表します。まあ、ちょっと例外があって、まあ、1個だけ書いていいねもらったとかは別として、第1位が、300個いいねもらって122個投稿してる人がいて、1投稿あたりの平均いいね数 2.4 いいね。これめちゃくちゃ高い数字です。ちなみになんか感覚で言うと MS 感 0.4 です。わかります？言ってること。0.4 いいねって感じですね。体感で言うと。で、たわけくんが 0.8 って考えると 2.4 いいねって相当高いですよね。イモムシンゲンさんです。おめでとうございます。イモムシンゲンさん。さすがですね。イモムシンゲン。イモチャの企画は、異変を見逃したら即挨拶から撮り直しクラフト。レスポンスが早いメタボや空気を読むライム。無言を貫くエリーなど撮影中次々現れる異変を指摘。スルーしてしまうと強制的に最初から撮影やり直し。これさ、仕込みクソ大変じゃないか。だってさ、まず空気を読むライムってさ、青春派女優みたいなもんじゃん。だって、言っちゃ悪いけど。そんなものは存在しないから、だから異変なんだよね。一行で矛盾してる。なんか、そんなことは成立しないです。空気を読むライムなんて言葉は。言葉として成り立たない。すごいですね、イモムシンゲンさん。で、まあ、2位が菩薩、3位ベノムと並んでます。まあ、たくさん投稿するとね、まあ、ちょっと、まあ、ベノムとか9件だから、まあ、あれなんだけど、たくさん投稿するとこう、率は減っちゃうよねって話ではあるんですけど。で、まあ、リアクションを良くする人なんですけど、ちょっと待って、これ、
待って、ディスコード太陽って誰？太陽って誰？あ、ウーか。ディスコードね、そのいいね、企画案にいいねをするランキング、第5位。たい焼き0114、かっこ大木戸。こいつなんなん？第4位、リケモ。第3位、パク。第2位、コータ。第1位、タワケ。まあ、ろくでもないやつしかそんなことしてないってことだね。リアクションするやつは。ろくでもないやつしか、やらないと。いいね数が、一番多い企画？この企画案の中で。何これ？毒状態さんの企画。24いいね。多分めちゃくちゃいい企画だったんだろうね。誰とは言いませんが、復活早々いきなりロル様の勧誘してきた人がいるんです。僕は挨拶もなしに勧誘してきた状況に戸惑った返事で返すと、彼女はお帰りと文脈のない返事で私をさらに困惑させました。その時点でも十分おかしかったのですが、今朝になってです。夜中に降った雨の影響で昨日までの暑さが嘘のよう、朝とても寒かったんです。私はそういえばロルサバ会の DM をくれた方は最近体調崩されていたなぁと心配になり、私はその方に今日も寒暖差も激しいので体調に気をつけてくださいと DM を送ったんですが、なぜか無視されました。復帰早々こんな毒図に絡まれて、災害はどこでも災害だと思いました。これ誰のことを言ってるか当てるまで翡翠さんに放水し続けるゲーム。ちなみにですね、17いいねっていうかなり高いいねを正し出して第3位の企画なんですけど、菩薩さんの企画で女たらきって企画あります。これ何なんでしょうね。これなんか企画案で女たらきって企画があって、菩薩さんがなんかやりたいらしいんですよね。どうやら10いいねもらってる企画で、なんかウルンルーさんの企画なんですよ。これなんだろうね。バカに引っかかる男も叩きたいよ私は企画。なんだろう、何するんだろうね。これ身近で感じる何か発散させたいのかな。この企画やりたいな。MS のこの企画。朝日に陽キャごっこをやめさせる。銃でカチャカチャ遊んで、今期のアニメについて語って、電車電車って遊ぶことだけを許す。確かにやめさせた方がいいよね、完全に。なんかたくさんあった企画なんだけど、企画の内訳は、一番多かった企画は、まあ、やっぱ大喜利系。次、甲状腺、リアルさらし、ティア系。次、建築、サバイバル、クイズ、説検証、モッドプラグインって形になってます。いや、大喜利は思いつきやすいからね、まあ結局。まあ大体こんなもんでしょうか。059ご苦労さん。ということで、まあもうちょっとまともなの書かないと困るね。俺、なんかやべえ、マイクラの企画なんか考えとくか。今日何しようって思って企画案バーっと見て、3秒ぐらいで見るのやめたりする。あーみたいな。あーこれ意味ねえなーこれ。無理そうだなー。あの、たまーにいいのある。まあ、ゴミあさりもね、ジャンク品を回収するっていう。さ、面白い企画もあるんだよなー。でもさ、なんか面白くないのしか書いてないのもいるよな。なんか、全く採用しない人もいるもんな。いや、MS とかまだマシだよ、賞味。全然マシだよ。もっとひどい人たくさんいるよ、多分。まあ、パッと出ないけど。今日も質も悪い。まあ、ということですね。集計難しそうだなー。ちょっと変えたりとかするもんね。企画案、デキンティア選手権さらし。いや、お前だわ。お前や。お前や。明らかお前やろ。まずお前や、バンされるのは。まずいなくなるのはお前です。